北は地表に沿って北極点に向かう方位。天の北極を遠直に下ろして水平面と交わる方位。東西が相対的な位置関係にあるのに対して南北は絶対的な位置関係にある。地軸の両端の内北極星を指す方向にある極を北極と言い,い、北極点に向かう方位を北と呼ぶ。口述の時北やグリッド北と区別するためまきとも呼ぶ。 変革は、このように場所や年代によって複雑に変化している。地北とは、鉄など、外力の影響を受けていない状態において、方位磁石が指す、北のことである。地磁気の水平分力の向き。地北と、真北は、ほとんどの場所でずれており、その交わる角を変差あるいは変革という。変差は、地域や年代により異なり、自北が薪田より右に傾いているときは、変東。 左に傾いている時は偏成と呼ばれる。日本国内では地北は真北より約5から10度西へ偏っている。さらに船舶などで使用される羅針には現実には船内の鉄の構造物による磁気作用を受けるのが常とされ、磁気四五線と羅針の差線との間にも差を生じ、その結果、真の四五線と羅針との差角は偏差と 時差の台数和分の差を生じることになる。また、航空機などにおいては、自北をレードとして時計回りに、風向や機体を向ける、角度、滑走路の向きなどを示すのに用いられる。地図では、上が、北というが、使用する地図投影法の影響を受けて、真北を示す、守護線は、地図上で、縦方向の平行線になっていない場合がある。小縮尺の地図であれば、 キタを常に上にできるメルカトル図法など成熟の円筒図法を除いて中心形線以外が真上を向いてないことがすぐにわかる。大縮尺の地図でも、例えば車軸メルカトル図法を使っているスイスの地形図の場合、軽移度ではなくベルンを原点とした直行座標形により地形図を四角く切り出している。そのため地図は完全な長方形であるが場所によっては 真上と真北が2度以上ずれている。日本ではあまり多くないが、一部の大縮尺地形図に平面直角座標形に基づく直行方案が引かれており、縦線が真北から約1度ずれる場所もある。このように地図投影面上に直行座標形を定義した場合、地図面での上向きをグリッド北、または方眼北という。佐藤1958 ピアニッシモ一1から2、AB 佐藤1958、P6、国土地理院地事記測量時記図佐藤1958、ピアニッシモ六6から7、ありがとうございます。